皆さんこんにちは。いつまでもスタイリッシュな俳優の柴田恭兵さん。年齢を重ねるにつれて男の色気があふれ、さらに魅力的になっています。柴田恭兵さんといえば恭様の愛称で知られています。品があってスタイリッシュ、どこか近寄りがたい雰囲気の柴田恭兵さんにぴったりの愛称といえます。今回は柴田恭兵さんの家族について、また激痩せした理由について迫ってみたいと思います。柴田恭兵さんは1951年8月18日生まれ、静岡県の出身です。身長176センチメートルとスラッとしたスタイルで、若い頃より活躍してきました。大学卒業後、サラリーマンとして社会に一度出ていたという柴田恭兵さん。1975年に脱サラして東京キッドブラザースに入団したことで芸能活動を開始しました。そんな柴田恭兵さんの人気を不動のものとしたのが、1986年に放送が始まった危ないデカのシリーズです。柴田恭兵さんと舘ひろしさんがそれまでの刑事ドラマにはないスタイリッシュな刑事を演じ大ヒットしました。続編も制作され、映画化もされるなど社会現象となりました。柴田恭兵さんは危ないデカの放送が始まる3年前の1983年、32歳の時に結婚しています。妻となった女性は元モデルで、今は柴田恭兵さんの個人事務所の社長となっています。名前はかなさんという情報がありましたが、すでに一般人のため情報を公表はしておらず、あくまでも噂です。柴田恭兵さんは初婚でした。奥様は再婚でした。しかも前の夫との間に男の子が一人おり、子連れ再婚だったようです。バツイチや子連れだと結婚に躊躇してしまう男性もいるでしょう。それでも結婚に踏み切った柴田恭兵さんは、見た目だけでなく心意気まで男前だということがわかります。柴田恭兵さんは自身の家族について語ることはあまりありません。ただ結婚の馴れ初めについて少し情報がありました。2人ともお酒が大好きで、知人の紹介により飲み屋さんで知り合ったそうです。奥様の画像はありませんでしたが、元モデルということなので、きっとスタイル抜群で美人な方なのでしょう。すでにシングルマザーだった奥様ですが、共通の趣味であるお酒で2人は意気投合したのでしょう。前述の通り、前の旦那さんとの間に男の子を授かっていますので、柴田恭兵さんはいきなりお父さんになったということになります。奥様の実家は四国の愛媛県という情報がありました。柴田恭兵さんが何度も奥様の実家を訪れる様子が目撃されているそうです。近所の方にサインをする姿も目撃されており、プライベートでファンサービスを欠かさないところも共感が持てます。生活感がほとんどなく、かっこいい俳優のイメージを保ち続けている柴田恭兵さん。それだけに、どのような結婚生活を送っているのか気になるところです。結婚してすぐに大喧嘩をしたこともあるという2人は似た者同士なのかもしれません。温厚そうな柴田恭兵さんが奥様と喧嘩なんて想像がつきません。しかし今ではしっかり尻に敷かれているといった情報もありました。結局その方がうまくいくということに気づいたのでしょう。柴田恭兵さんの家族の自宅は世田谷区乗馬の一軒家だそうです。世田谷区乗馬は高級住宅街で知られており、芸能人や富裕層が多く住む閑静な住宅街です。中庭のある西洋風のおしゃれな豪邸だといいます。元モデルの奥様と幸せに暮らす姿が想像できるような家の様子だとされています。順風満帆な結婚生活を送っていたと思われていましたが、柴田恭兵さんにあることが起こりました。それは2006年に肺がんという診断を病院で受けたのです。幸いに早期発見だったため、手術と抗がん剤治療で完治しています。また2004年には次男のあゆさんを20歳という若さで亡くしています。長男は奥様の連れ子のため、前の夫と奥様との間に誕生しました。亡くなった原因は柴田恭兵さんと同じ肺がんと噂されることも多いようですが、心臓発作でした。次男のあゆさんは九州芸術工科大学でコンピューター音楽を学んでいたといいます。そのため自宅を離れ一人暮らしでした。もともと喘息持ちだったそうで、心臓発作は喘息から併発してしまったようです。知人が自宅を訪れた際にはすでに亡くなっていたとのことで、誰かが側にいたらという無念さが残ります。柴田恭兵さんと奥様もさぞかし悲しんだことでしょう。
子供たちをとても大切に思っている柴田恭兵さんにとって、最愛の息子の死はショックが大きく悲しく辛い日々だったことは容易に想像することができます。先ほども触れましたが、2人の結婚生活については語ることのない柴田恭兵さん、特に不倫や離婚報道もなく、様々な試練を乗り越えてはきていますが、夫婦の絆は相当深いのではないでしょうか。柴田恭兵さんは兄が2人に姉が1人、弟が1人という5人兄弟です。最近では5人兄弟なんてお目にかかることはほとんどないでしょう。ご実家は静岡県清水市で魚や魚信を営んでいるそうです。一般の家庭で育ったためか、柴田恭兵さん以外の兄弟は芸能界には進んでいません。ですが弟さんだけは芸能関係に関わるお仕事をしているようです。 SNS が普及した現在ではプライベートを切り売りして話題作りをするタレントも多いです。ですが柴田恭兵さんは昔も今も家族のことを語ることはほとんどありません。そのため柴田恭兵さんが結婚していることを知らない人も少なくないでしょう。ではなぜ柴田恭兵さんは家族のことを語らないのでしょうか。まず柴田恭兵さんの家族は一般人ということが大きな要因でしょう。柴田恭兵さんの家族とバレてしまうといろいろと面倒なことに巻き込まれかねません。そういったことから家族を守るために家族の詳しい情報を明かしていないのだと思います。また俳優柴田恭兵というイメージを守るためということも考えられます。映画男はつらいよシリーズで長年主役を務めていた渥美清さんも車虎次郎という役のイメージを守るためにプライベートを明かすことはありませんでした。同じように柴田恭兵さんもファンの人それぞれが持つ柴田恭兵のイメージを保つためにプライベートを語らないのでしょう。プライベートを語ることもファンサービスですが、ファンのイメージを崩さないのもファンサービスなのかもしれません。さて柴田恭兵さんについてあることが語られているのをご存知でしょうか。柴田恭兵さんの現在が痩せすぎだとファンの間で話題になっています。病気やがんの噂もあるようですが、実際のところはどうなのでしょうか。痩せる前の柴田恭兵さんの例として危ないデカ時代の柴田恭兵さんとよく比べられます。ただ当時の画像を見ると特別太っていたという印象はないです。柴田恭兵さんは身長176センチと長身ですが、当時の体重は60キロ前後でした。画像を見ると病的な痩せ方ではなく体質的な細さというふうにも見えます。おそらく柴田恭兵さんは当時から太りにくい体質だったのかもしれません。ただ2022年現在の柴田恭兵さんの画像を見るとかなり痩せたように見えます。頬もげっそりとしてしまっており、当時のような体質の問題の痩せ方ではないような細さに感じました。柴田恭兵さんは2022年現在体重は何キロなのでしょうか。ホームページなどに記載はありませんでしたが、SNS には当時の柴田恭兵さんは175センチメートルで60キログラムという意見がありました。一般的に身長から110を引いた数が標準体重と言われているので、柴田恭兵さんの場合175-110=65ということで、標準体重は65キログラムということになります。60キロの場合、標準体重よりかは痩せているもののあまり痩せすぎということもないです。ただ2022年現在は昔と比べると随分痩せたように見えるので、現在の体重はもしかすると60キクチを切っているかもしれません。世間でも見た目が痩せてしまったという意見がありました。柴田恭兵さんが激痩せした理由は何だったのでしょうか。柴田恭兵さんが痩せた理由として考えられるのは次の2点です。1つ目は病気の手術のためということが考えられます。柴田恭兵さんは2006年7月に初期の肺がんとなり、肺の一部を切除する摘出手術を受けています。手術のため一時は入院していたものの、術後に無事退院となり、ドラマハゲタカの撮影から復帰していきました。柴田恭兵さんは若い頃からかなりタバコを吸っていたようですが、病気をきっかけに禁煙に成功しました。食事やお酒については特に制限することもなく、術前と術後の体重も変化はなかったそうです。ただやはり入院するとどうしても体力など落ちてしまうので、一時的に体重が減っていた可能性も考えられます。2つ目は禁煙がきっかけで痩せたというものです。柴田恭兵さんは先ほどご紹介したように
肺がんをきっかけに禁煙に成功しました。禁煙するとなんとなく太ってしまうという印象ですが、実は禁煙をきっかけに生活を見直して痩せるという人もいます。タバコを吸いたくなったら水やお茶を飲む禁煙方法にしたら微妙に体重が減った。禁煙と同時に食生活を徹底的に見直して改善したと述べています。柴田恭兵さんは結婚していて奥様もいるので食事面のサポートもあり痩せたのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は柴田恭兵さんの近況と家族のことについて紹介しました。肺がんの摘出手術は成功し、かつ肺がんが見つかったことで禁煙を決意するなど健康に気を使うようになっています。一時期に比べると確かにドラマや映画に出演する機会が減っていますが、円熟味のある渋い演技でまだまだ我々を楽しませてくれることでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。